エリートを搭載した ROG49、その性能をフルに引き出せるのか。また、ウーファーによるスピーカー性能を見極めていきます。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですが、こちら。ASUS の ROG エアロアクティブクーラー X プロについてご紹介していきたいと思います。こちらのクーラーですけど、前回レビューした ROG フォン9プロのですね、冷却クーラーになってます。また今回このクーラーはサブウーファー対応しているので、冷却性能と音がですね、どのように変わるのかっていうのを見ていきたいと思います。ではですね、早速開封の方をしていきたいと思います。前回ですね、ROG フォン9ではサブウーファーが排除されたんですけど、また今回ですね、復活したので、おそらくエースさんも、音に関して何とかしたいなっていうのはあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ではちょっと開けていきたいと思います。よいしょ。同行品の内容ですけど、こちらポーチとクーラー、あとこちらはクーラーつなげる時のケースですね、一応ちゃんと付属してます。マニュアルこちらになってますけど、中身見ると日本語表記がちゃんとありますね。少し記載されてるので、こちらですね、 VCCI もちゃんと取られてる。中国版でも全然問題ないですね。これだったらなんでグローバル版と中国版分けられてるのかっていうのは謎です。はい、とこちらですね、こちら対応言語こんな感じになってます。日本語もありますね。こちら日本語記載もちゃんとあります。こちらですね、なんでアリエクの中国版でも全然大丈夫そうですね。はい、同行品の内容は以上です。で、中身見ていきたいと思います。デザインの方ですけど、こちらデザインの方どうでしょうか。まあ8とそんなに見た目変わってない感じしますね。サブウーファーちゃんと対応してるのかなっていう感じしますけど、デザインに関しては8でちょっとチープになった感じがあったんですけど、まあ質感はなんかそんなに変わってなさそうですね。こちらちゃんとこういうような形で足も出るようになってます。キーのクリック感いい感じですね。裏面はこんな感じです。 VCCI マークもあるから、もうこれ日本共通ですね。はい、デザインについては以上になります。ではつけて確認をしていきます。ケースもせっかくなのでつけたいと思います。クーラー接続時にこれを使うと思うんですけど、ケースはこんな感じです。まあロゴがちょっとかっこいいですね。クーラー対応の一応プラスチックケースですけど、こんな感じです。まあこの状態で持ち歩きも一応できなくはないですね。完全オープンですけど、ここのロゴも消えてないのでいいと思います。じゃあ接続してみましょう。接続の仕方としてはここですね、パカッと開けて、多分ですけどこちらですね、 USB 合わせると、はい、今これ挿した状態です。これでつながりました。早速なんか出てきました。アップデート、ファームウェアが走ってますね。ファンも今回り始めてます。結構風量あります。でちょっとアップデートしてみたいと思います。つけた感じの状態ですけど、こんな感じですね。この辺の LED は完全に隠れますね。今ちょっとライトはついてない状態です。はい、見た目としてはなんか黒に統一されててかっこいいですね。はい、アップデート今こんな感じで終わりました。じゃあちょっと系で進めてみます。クストこちらですね、はめ方が今出てます。もうつなげた状態になってます。こちら外すときですね、ここを押せという感じで外れます。つなげるときは押すと、一応オンオフを兼ねてるみたいですね。でオーディオ、ウーハーが一応この辺から出るみたいになってるみたいですね。ウーハーは本当かな。オーディオクオリティ一応上がりそうですね。はい、インストラクション以上になります。接続するとですね、今こちら有効になってます。エアロアクティブクーラー X プロですね。今スマートの状態です。ちょっとクールにしてみましょう。特にファンの音変わらないですね。あ、これでファンの音が一気に上がってます。そこそこうるさいですね。フローズモードは、フローズモードはチャージャーつなげてやるってことですね。はい、あとそれ以外にライトコントロールですね。こちら今ライトがですねこんな感じで光ってます。ボタンモードとか、あと電話かかってきた時とか、ミュージックで音が鳴ってる時、 X モード、ノティフィケーション、通知もこんな感じで色をですね選べます。充電状態がこれで一応色が変わるみたいです。 LED の設定はまあそこそこあります。ライト、マイクロフォン使ってる時はオフにできるみたいです。設定系はそんなにない感じです。初期設定並びに設定系は以上になります。ではですね、まず音を聞いていきましょうか。音を聞くときは別にファンいらないですね。はい、じゃあいつもの曲聞いていきましょうか。で、音に関してなんですけど、前回ですね、こちら周波数特性がですねそんなに良くない感じです。今回のですね9なんですけど、8からあんま変わってない感じですね。で7に比べるとやはり劣ってしまうっていうような結果になってます。で周波数特性的な低域がちょっと弱いっていう感じです。ではですね、このサブウーファー付きの状態でどのような音になるのか、いつもの曲聞いていきましょう。音はどっから出るんですかね。ちょっと今
気づいたんですけど、こちら付属のケースも一応回り込みを考慮したケースのカバーになってます。なのでスピーカーの設定も変えないといけないですね。ちょっと設定変えます。サウンド設定でこのオーディオディレクションですね、こちらクーラー付きのケースもここオーディオディレクション有効になっているのでオンにします。それ以外の設定に関してはオーディオウィザードですね、ミュージックにします。これで聞いてみましょう。はい、じゃあこれでスピーカーがですね、ちょうど向きが微妙なんですけど、こういう風にできないのでどうしましょうかね。こんな感じで聞いてみましょうか。はい、この状態で聞いてみます。はい、どうでしょうか。すごいです。重低音がすごいですね。スマホの単体では鳴らないような音が鳴ってます。かなり低域はですね、強化されて重厚感というか音圧がですね増えた感じなので、つけるとつけないとでも全く音が違いますね。結構このサブウーハーの効果絶大だなという感じです。あと今オーディオリダレクションオンになっていて、このサブウーハーない時と比べたら今この状態の方がですねバランスは結構いいなという感じですね。広域に関して若干クリアさが欠けてた感じもあるんですけど、まだ少し持ってる感じはあるんですが、結構いい感じのバランスになったなという感じです。もう少しクリアさが欲しいんですけど、まあ、単体に比べたらもう断然音がいいです。まあ、サブウォーの効果は絶大ですね。リアルアクティブクライクスプロのウーハーに関しては以上になります。では次は性能の方を見ていきたいと思います。性能の方はですね、こちらに記載されてますけど、単体だと53度収束5000点という結果になってます。まあそこそこスコアとしてはいいんですけど、結構発熱がすごいというところですね。まあ、レッドマジックがファン内蔵で6000点ですね、58度収束で生きているので、まあ、これに対して今回のクーラーありでどこまで迫れるのかっていうのをベンチマークですね撮ってみたいと思います。はい、じゃあ早速ベンチマークの方を走らせていきたいと思います。ベンチマーク走らせるにあたって今これここに繋いでるんですけど、横のポートですね、こちらの横のポートだと実はフローズンモードに変えられないです。で、下のクーラー側のですねポートにつなげるとフローズンモードにできるようになってます。さらにファンがすごい回ってるんで、これが最大状態なんですけど、この状態でですねベンチマーク撮ってみたいと思います。ちょっとファンの音がですね聞こえますかね、かなりうるさいので音をですね気にされる方はヘッドホン必須かもしれないですね。はい、じゃあこれでどれぐらい性能出るのかって見てみたいと思います。ちょっとエアフローをですね確保しながら見ないといけないですね。はい、ちょっとベンチマーク取ります。はい、そろそろですねベンチマークが終わりそうです。今18ターンですね。今マックスの状態でフローズンモードで動かしてますけど、かなりファンの音がすごいです。今音量計で見るとですね、だいたい50デシベルぐらい、 700Hz あたりにが音がでかいですけど、それぐらいの音になってます。まあ、近づけると30とかですね、結構音はしてますね。まあ、このフローズンモードは一番性能が高いんですけど、ヘッドホン前提になっちゃうのかなと思います。まあ、19ターンですね。どんな性能が出るのか非常に楽しみですけど、20ターン、もう少しで終わります。はい、そろそろ終わるかな。はい、終わりました。じゃあ、結果ちょっと見てみましょう。わ、さすがに結構ファン回ってるだけあって、スロットリングがほぼ皆無ですね。ちょっと見てみたいと思いますけど、5535という値が出てます。半端ないですね。温度がですね30度から37度収束になっているので、マックスのファン状態だと37度収束で5500点という結果が得られてます。5500点という結果なんですけど、こちらですね17度収束で5500点、レッドマジックはですね6000点まで出てるので、なぜかこの5500点止まりっていうのは謎なんですけど、37度っていうところが
ポイントだと思います。もともとなしの状態だと53度で5000点なんで、だいたい1割アップして温度が16度かなり下がるという感じです。さすがに外付けクーラーの威力すごいなということですけど、ちょっとフローズンモードまで動かす必要がなさそうな感じなので、ちょっとこのモードをですね、通常のスマートにしてどれぐらいの性能出るのかってもう一回ちょっと測りたいと思います。さすがにちょっと音がこれだとうるさすぎますよね。こちらスマートクール、スマートだとちょっとうるさいですね。クールでフロスティーだとちょっとこれぐらい、ちょっとクールにしましょうか。スマートだとまたうるさくなる可能性があるので、一回これで電源を外しますか。現時点だとこれだとあれですね、ちょっとクールモードで、クールだとですね音量がかなり下がりますね。はい、じゃあちょっとこれでもう一回測ってみたいと思います。はい、今ちょっと温度が37度なんで、ちょっと高めの状態からスタートになりますけど、性能がですね何度に収束するのか、まあ、ファンがまあそこそこ回ってる状態、これレッドマジックのファンと比較するとほぼ同じかちょっとうるさいぐらいの音ですね。でちょっと待ちましょう。デシベルで言うと60デシベル、65なんで10デシぐらい下がります。はい、そろそろですねベンチマークが終わりそうです。フローズンモードに比べてクールモードはファンの音が抑え気味なので、このモード結構使うんじゃないかなと思いますけど、性能がどれぐらい出るかですね問題は。今19ターンです。あとフローズンモードの時は電源供給しているので、電源バイパスモードを使ってたと思うんですけど、こちら今繋いでないのでバッテリー駆動兼クールモードということになるので、一番状況としてはあり得るかなと思います。はい、ベンチマーク終わりました。さあどんな結果が得られるか。やはり少し性能が落ちましたね。5500点から5000点に落ちて、温度が44度収束ということになりました。まあ、先ほど37度の5500に対して5000点で44度ということになります。結果としては44度収束で5000点なので、もともとですねクーラーなしだと5000点が約10度ですね、温度を下げた状態44度なので、で5000点ということになります。ちょっとその値なんですけど、こちら A 棟がですね43度で4800なので、それと比べると44度で5000点だとそんなに変わらないということになるので、ちょっとクーラーモードだと8エリートの意味があんまりないということがちょっと今分かりましたね。性能を出すにはちょっとクーラーモードだとちょっともったいないなってところなので、これ以上のファンを回して5500点とかですね狙っていった方がいいかというふうに思いました。はい、今回のクーラーの方レビューは以上になりますけど、まとめるとですねスピーカーに関してはかなり効果は絶大だなということになります。まあ、サブウーファーの効果がですねかなりあって、低域の増強が相当されるってところですね。でクーリングの方は8エリートの性能ってところではなぜかまあ5500点止まりってところがちょっとよくわからないんですけど、そこが惜しいところで、ただまあ37度収束で、ファン全開になりますけど、そこまで性能を上げられるということになります。その間のところをですねちょっと狙った方がいいんですけど、ちょっとファンが遅い場合はファンを静かなモードにした場合が ROJ8 のクーラー付きとほぼ変わらないっていうのが一番衝撃的だったんですけど、なんでなんでしょうかねっていうのはちょっと今の段階ではわからないです。ちょっとあと6000点がなぜ出ないのかっていうのもちょっと分かってなくてですね、これなんか設定の問題があるのかどうかっていうのもちょっと今後ですね見ていく必要があるかもしれないですね。はい、ということで今回のレビューは以上になります。何かの参考になれば幸いです。ちょっと横でですね次の動画になるか分かんないですけど、今 K80 Pro の評価もしてるので、こちらおまけですけど K80 Pro の動画も今後上げていきたいと思いますので、また引き続き動画の方を見ていただけますと幸いです。それではまた。